小宮と豊隆3月7日から1966年5月3日は、日本の読文学者、文芸評論家、演劇評論家、日本学士委員会員。福岡県中津郡、久富村に生まれる。旧制の福岡県立豊津中学校を経て、第一高等学校に進む。同学年に、安倍義成、中勘介、藤村美佐を、尾崎放斎、岩波茂雄がいた。 1905年、東京帝国大学文学部独文化に入学。大学時代に、夏目漱石の門人となり、寺田虎彦、森田総平、芥川龍之介、内田百、鈴木美恵吉、久米正夫、松岡譲野上と四一郎、津田政夫たちと交際。1908年卒業。1920年海軍大学校食託教授。1922年。 法政大学教授23から24年にヨーロッパに行く。1925年、東北帝国大学法文学部教授。1946年度を定年退官。独文学者としては、慶応義塾大学講師や東北帝国大学法文学部教授や図書館長を務めた。1946年に東北帝国大学を辞してからは、 東京音楽学校の校長や国語審議会委員などを歴任。東京音楽学校の校長時代に森田玉の紹介で伊福部明を作曲家講師に迎えた。49年退職。1950年3月には当時、学習委員長だった安倍義成に招聘され、学習委員女子短期大学の初大学長に就任。1957年3月まで務めた。 1951年に学信会員となる。夏目漱石の文化生として、大正6年に始まる漱石全集編纂に長く関わり、電気等多くの優れた著作を残した。他方、漱石を崇拝するあまり深刻視することが多いとして、漱石神社の官主と揶揄されることが、戦後の一時期にあった。漱石の三四郎のモデルとしても知られる。配合の愛流は、 豊ヨの音読みに別の字を当てたもの。ここに同じく独文学者の小宮構造がいる。能や歌舞伎や俳句などの伝統芸術にも造形が深かった。特に松尾芭蕉に関しては1925年からひまさや岩に染み入る蝉の声に出てくる蝉は油蝉かニーニー蝉かという問題をめぐって斉藤も吉と2年越しの論争を行った。小宮は 静かさや、とか、岩に染み入るといった表現は、威勢の良い油ゼミには、ふさわしくない。このセミは、ニーニーゼミであろうと主張。結局、この句は、山形県の立石寺で、旧暦5月27日に作られたことと、この時期に山形で油ゼミは鳴かないことが明らかになり、斎藤は論破された。小宮が、一般に馴染み深いのは、 漱石や寺田虎彦の編纂、電伝記を通じてである。1954年には、高感な漱石伝、夏目漱石で、日本芸術印象を受賞。また初代、中村吉右衛門を若い頃から評価し、折々に吉右衛門論を綴ったものが、後年、中村吉右衛門としてまとまっている。歌舞伎、脳、俳句等、日本文化の諸僧に通じた論客であった。 ロシアのイワンツルゲンレフやスウェーデンのヨハン・アウグスト・ストリンドベリの役所もあり、本来の専門分野にとらわれない幅広い活動を行った。ロシア出身の日本学者の祖、セルゲエリセーフとは中世の友人であった。東京音楽学校校長時代の1948年に小宮が同校の法学科を廃止する案を提出し、大きな論争を巻き起こした。 東京音楽学校の法学科は1930年に設けられていたが、それは国水主義からであり、当時の校長上、杉家事のご利用しによるものだという意見が学内にあり、小宮を支持する洋楽教授の中には着物に白旅はいて、シャミをペンペンやられるのは目障り耳障りだというものまであった。これに対して、吉川栄子や小泉文浦、法学科教官や学生、 卒業生らを中心にして反対運動が起き、問題は国会にまで持ち込まれた。結果として廃止案は退けられ、音楽学校に代わって翌年新設されることになっていた東京芸術大学に法学科を設置する要望が文部委員会によって決議され、1950年には正式に設置された。小宮の主張は法学は過去の芸術であり、 大学で教育すべきほどのものではないゆえ、法学科を廃止し、代わりに法学研究所を設ければいいというものであった。また新聞史上にて、世界の芸術の仲間入りをするためには必ず洋学の過程を経なければならぬというのが自分の信念だと述べ、国会でも法学に将来の発展性はない。ことや、シャミは有利や芝居に結びついた江戸時代の町人文化に、 過ぎず国家や国民の役に立つものではないといった方角を提続とみなす内容の答弁を行った。ありがとうございます。